十字架なかって手を抜くな。ど真ん中放り込め。おい、あれ、あれ、あいつが入ってきたんだ。いつって今さっきよ。どうりでおかしいと思った。出てけ。攻めるならいいんだよ。言ったのに、高めに投げるから打たれるはずよ。うるさい。大体女子部員は試合中ベンチに入ってはいけないことになってるんだ。はばかりながら私だって桜ヶ丘高校野球部の部員ですよ。女子部員です。その女子がいけないって言うんだ。そんなのないわ。男女同権、男女平等にすべきだわ。何すんのよ。あー、うっち、やらしいわね。わかった。男女平等ってわけにはいかないんだ。掘り出せ。おーし、やめてよ。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 おい、デートだったらいつでも OK だよ。今度は帰るぞ。ほら、しょうまげって言われたんだよ、監督にな。おい、行くぞ。ほら、まったく、どこ誰が決めたんだろうね、ベンチに女子を入れるだなんて。私は野球の女監督。くたばれ桜ヶ丘、野球部が何よ。監督の石頭、やや、行くぞ。野球の監督っていいな。インコースのカーブに的を絞れ。今度はストレートよ。思い切って引っ張ってけ。高校生が子供に負けるなんて悔しい、悔しい。どうだ、思い知ったか。おい、玲子ちゃん。シゲのやつがな、相当上達したんだ。ちょっと見てくれよ。おい、シゲ行くぞ。右の方だぞ。オッケー。ふれ。おい、どうだい、見たかい。グローブの扱い方が慣れてきたようね。そうだろう。ねえ、シゲのやつにはその先天的というかな、天才的というか素質があるんだな。キラッと光る。おい、シゲもう一度行くぞ。ふれ。よいしょ。よし。そうだわ、私も少年野球の監督になろうかしら。え、少年野球の監督。うん、子供たち集めて新しくチームを結成するの。そりゃいいよ、玲子ちゃん。あのね、うちのシゲにホットコーナー守らせるといいよ。ホットコーナー、つまりサードね。うん、うちのシゲは名前もジャイアンツの長嶋さんと一日外の長山茂雄なんだ。まあ歴史的に見てもサードはシゲのもんだな。影夫じゃないぞ。でも私ボールも満足に取れないのよね。野球理論なら誰にも負けないんだけど。何、そのノックぐらいならわしが手伝ってやるよ。そうだな、チームの名前はビッキーズってのはどうだ。ビッキーズ。あ、カエル、つまりそのケロ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 柳に飛びつくカエルなんだ。下手でも何でも根性で食らいついていく、つまりチャレンジ野球だな。ビッキーズ、素晴らしい名前だわ。あんた遅い遅いと思ってたらやっぱりここで油売ってたんだね。出前がたまってしょうがないじゃないか。ああ、ガツクガツクうるせんだよ。何か言った。いや、すぐ行きます、すぐ。レコちゃん、レコちゃんが女監督になってくれればね、オーナーとコーチはわしが引き受けるから。え、頼むよな。ビッキーズ、よーし、無敵のチームを作ってあの監督の石頭を見返してやるぞ。レイ
どうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。なんか用？なんか用じゃありませんよ。学校から帰った時ぐらいただいまって言うもんですよ。ただいま、お母さん。ね、お店見ててほしいのよ。お母さん病院行ってきたいの。じゃあ夕方からにしてよ。宿題やらなんやらで忙しいんだ。そう？だったら仕方ないわね。高校2年ともなると大変なのよね。そろそろ受験準備ですものね。うん、ファイトで乗り切らなくっちゃ。まあ、想像し、もっとおしとやかにできないもんですかね。ハガキが来たの。あ近頃の高校は漫画の宿題もあるのね。うん、レイコ、元気かい？こちらでは不毛の砂漠に灌漑用の設備が次々と完成してるんだ。砂漠が緑に変わる日を目見ながら、灼熱の太陽の中、元気に働いてるよ。父より、お父さん、頑張ってね。私も頑張る。レッドビッキーズを結成してリトルリーグに殴り込みよ。おきなさいって。ねえねえ、みんなテーマ決まった？何縫うかさ。私エプロンにしようかと思うんだけど、どう？ダメよ、そんなの。ブレザーどうかしら。セーターの上からでも着れるしさ。ダメ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 って。じゃあ何すればいいの？これ。何よそれ。私がデザインしたの。かっこいいでしょ。材料はそっち持ち。頑張ってね。タクソ、しょうがないだろ。君たち今日からレッドビッキーズのメンバーよ。え？なんだいそれ。おい、ちょっと待った、ちょっと待った。お前、今日からレッドビッキーズのメンバーになれ。レッドビッキーズってなんだ？野球のチームだよ。やだよ、野球よりトヨタスの方がいい。それ、持ってていいからさ、行こう。カーベ君、宿題やってあげようか。うん、その間レッドビッキーズに入るんだよ。え？集まったわね。あと2人足りないよ。あと2人か。なんとかなるわよ。おいおいおい、うちの資源を忘れちゃ困るよ。うん、あと1人ね。じゃあ行こう。さあみんな来てみて。レッドビッキーズのカロリーやってな。
ほれ。いいんですか、こんなにいただいて。いや、わしはな、オーナーのつもりなんだ。レッドピッキーズのな。僕もピッチャーになりたい。僕のフォーム、江川に似てるんだってさ。僕もピッチャーだ、ニロだ。俺、王選手だ。違うよ、王選手は俺だよ。背番号も一番。僕野球なら張本だな。な、トータス。僕は長島。だって一日外の長山茂雄ですから。僕は掛布。何言ってんだ君たち。王がいいだの、張本がいいだのって。監督、ピッチャーテストやってみようよ。そうね、ピッチャーやりたい人、マウンド行って。三浦だ、笑顔だ。今のはスローボールじゃないよ。僕のストレートだよ、今の。あー、冗談じゃないわよ。3秒もかかるストレートがありますか。大リーグの火の玉投手と言われたボブ・フェラーはね、ジャーマンドからホームベースの 18.44 メートルを時速 158.67 キロ 0.4 秒で投げたのよ。日本では金田正一投手が0秒3人で投げた記録があるわ。ピッチャーやめた。ニューラだ。なんだそのホームは。俺本当は右投げなんだ。はい、次、片瀬くん。片瀬くん、君ピッチャーやんなさい。やだな、僕ピッチャー自信ない。何言ってんの、君のボールが一番いいんだからね。次、ファースト。はい、俺だよ、俺だよ、俺だよ。どけー。いってメンバー発表します。ピッチャー片瀬一郎くん。はい。キャッチャーを見て、ファースト島谷武史くん。はい。それからセカンド倉田恭介くん。はい。サードは、サードは無論長山茂雄。うちのせがれにお任せください。これでレッドビキズの内容がね、ぐーんと締まるってわけなんだ。お前はホットコーナーだ、いいか。うん。ノックしてるから染みつけ。あいつバイクのテスト落っこっちゃったんだぜ。本当だよ、とても当てになんねえよ。まあいいや。ショート河辺隆史くん。はい。レフト大山明くん。はい。センター田島雄三くん。はい。ライト石川邦夫くん。はい。さあみんな守備について。おー。監督、キャッチャーいないのかね。そうなのよ。僕キャッチャーやりましょうか。できるの、キャッチャー。ちょっと肩をご披露しましょう。はい。これは大した方だ。決定。君の名前は。野川新一です。野川君ね。早速ユニフォームに着替えてちょうだい。僕塾へ行くんです、これから。塾。試合には必ず出ますから。ありゃ大物だよ。バイキングはリーグでもビリッケチーム。最初の相手としてはもってこいだわ。おいちゃおう。邪魔だ、邪魔だ、邪魔だよ。この前はどうも。なんだ、あんたか。どうぞ。ふっ、挑戦状。そう。ねえみんな、今度の日曜日バイキングと試合することに決まったわよ。それはよかった。バイキングはな、ヘナジクジムだからきっと勝てるよ。おい、しっかりとるよ。どうしたの、センター。はい。おい、サード。しっかり掴んで、もっと腰落として。あのな、今の投球は悪かった。シゲ、今度緩いのですから。え、行くぞ、シゲ。あ、すいません。すぐ解散した方がいい。
どうして？野球のできるメンバーじゃないよ。レッドビッキーズの意味知ってる？日帰る。俺の田舎じゃそう呼んでる。だったらわかるはずよ。レッドビッキーズは下手な選手の集まりなの。だけど今に野球なんてね、そんな甘いもんじゃないんだよ。ほっといてよ、余計なお世話だわ。ん、何さ、行くぞ。うわだ。野川君まだ来ないの？あいつ本当に来るのかな。来ないと困るわよ。私キャッチャーしてあげる。ナッツやめろお前。あら、野球ならお兄ちゃんに負けないわよ。バカ、大声出すなよ。大山より上手いのは確かだな。ナッツちょっと来い。何よお兄ちゃん。お前まさかレッドビッキーズに入るつもりじゃないだろうな。そのつもりよ。私ならどこだってこなせるわ。おいナッツ、お前入るな。お兄ちゃんより上手だから男のプライドが傷つくのね。まあそうだ。じゃあ500円ちょうだい。え、500円なんてないよ。あら、今朝もらってるの見たわよ、お母さんに。もうやろう。夏子ちゃん、本当にキャッチやってくれるの？残念だけど、今日の試合は出られなくなったの。ごめんね。今日の試合だけか。監督、ノラが来た。おーい、野川くん。遅れなかったでしょ、試合開始に。よかったわ。さあ、みんな守備について。プレーボール。残るよ。おい、頑張れビッキー。やってるな。ちょうどうまい具合にな、抜け出してきたんだよ。よいしょ、どうだい具合は。カモー、頑張れ頑張れ。出せろ出せろ、打てやしないんだから。ショート。バカ、取らなきゃどうすんだい。しょうがないな、まったく。ダメダメ、いやいやいや、無理すな。セット。まとまとも、ほら入るの。セット。なんだいこのチームは。これで野球チームかよ。13-1。
怪我しなかった？監督、なんとかならんのかね。試合を申し込んできた。実はビッキーズを練習台にするつもり。こんなにバカにされてたまるか。どうしても優秀なコーチが欲しい。次回、やっと取ったぞ1点だ。どうぞお楽しみに。